子育てで自分を知る法、教育を通して自分を知る。教育の面白さ、それは子供を通して自分自身を知るところにある。例えば、私の家には2匹の犬がいる。1匹は捨て犬で、保健所で処分される寸前のものをもらってきた。これを愛犬とする。もう1匹は愛犬家のもとで丁寧に育てられた。生後2ヶ月ぐらいしてからもらってきた。これを B 犬とする。まず愛犬、静かでおとなしい。いつも人の顔色ばかり伺っている。私の家に来て12年にもなろうというのに、いまだに私たちの見ているところでは餌を食べない。愛想はいいが決して心を許さない。その上ずる賢く、庭の門を開けておこうもんなら、おこうものならすぐ遊びに行ってしまう。そして腹が減るまで戻ってこない。もちろん番犬にはならない。見知らぬ人が庭の中に入ってきても尻尾を振ってそれを喜ぶ。一方 B 犬は態度が大きい。寝そべっているところに近づいても知らぬふりをしてそのまま寝そべっている。庭で放し飼いにしているのだが一日中悪さばかりしている。おかげで植木鉢は全滅、小さな木はことごとく根こそぎ抜かれてしまった。しかしその割には人間には忠実で、門を開けておいても外へは出ていかない。見知らぬ人が入ってこようものならけたたましく吠える。人間も犬も同じ。実は人間も犬と同じと言ったらよいのか、あるいは犬も人間と同じと言ったらよいのか、どちらにせよ同じようなことが人間の子供にも言える。いろいろ誤解を生ずるのでここでは詳しく書けないが、要するに性格というのは一度出来上がるとそれ以後なかなか変わらないということ。英検は人間に例えるなら育児拒否、無視、親の冷淡を経験した犬、心に大きな傷を負っている。一方 B 犬は愛情豊かな家庭で普通に育った犬、一見愛想は悪いが人間に心を許すことを知っている。だから人間に甘えるときは心底嬉しそうな様子でそうする。つまり人間を信頼している。幸福か不幸かということになれば、 A 犬は不幸な犬だし、 B 犬は幸福な犬だ。人間の子供にも同じようなことが言える。施設で育てられた子供、例えば施設児と呼ばれる子供がいる。生後間もなくから施設などに預けられた子供を言う。このタイプの子供は愛情不足が原因で独特の症状を示すことが知られている。感情の動きも平坦になる。心が冷たい。知育の発達が遅れがちになる。貧乏ゆすりなどの癖がつきやすい。長畑正道氏など。この場合の最大の特徴は愛想が良くなるということ。相手にへつらう。相手に合わせて自分の心を偽る。相手の顔色を伺って行動するなど。一見表情は明るく快活だが、そのくせ相手に心を許さない。許さない分だけ心は寂しい。あるいはいい人という仮面をかぶり無理をする。そのため精神的に疲れやすい。施設児的な私、実はこの私自身も結構人に愛想が良い。あなたは商人の子供だからとよく言われるが、どうもそれだけではなさそうだ。相手の心に取り入るのがうまい。相手が喜ぶように自分をごまかし茶化し、そのくせ誰かに裏切られそうになると先に自分の方から離れてしまう。つまり私はかなり不幸な幼児期を過ごしている。当時は戦後の混乱期で皆そうだったといえばそうだった。親は親で食べていくだけで精一杯、教育の気の字もない時代だった。ここに教育の面白さがある。他人の子供を分析していくと自分の姿が見えてくる。私という人間がいつどうして今のような私になったのか、それが分かってくる。私が私であって私でない部分だ。私は施設児の問題を考えているとき初めてそれはそのまま私自身の問題であることに気がついた。まず自分に気づく。
読者の皆さんの中には不幸にして不幸な家庭に育った人も多いはずだ。崩壊家庭、家庭不和、育児拒否、親の暴力に虐待、冷淡に無視、放任、親との離別など、しかしそれが問題ではない。問題はそういう不幸な家庭で育ちながら自分自身の心の傷に気づかないことだ。大抵の人はそれに気づかないまま、自分の中の自分でない部分に振り回されてしまう。そして同じ失敗を繰り返す。それだけではない。同じ傷を今度はあなたからあなたの子供へと伝えてしまう。心の傷というのはそういうもので、世代から世代へと伝播しやすい。しかしこの問題だけは、それに気づくだけでも大半は解決する。私の場合も、歪んだ自分自身を別の目で客観的に見ることによって、自分をコントロールすることができるようになった。ああ、これは本当の自分ではないぞ。私は今無理をしているぞ。仮面をかぶっているぞ。もっと相手に心を許そう、と。その都度、いろいろ考える。つまり、子供を指導しながら、結局は自分自身を指導する。そこに教育の本当の面白さがある。あなたも一度自分の心の中を旅してみると良い。